姫香です。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はメンバー4人に電話をかけて NG ワードを言わせるまで切れませんです。イエーイ。はい、じゃあまず4人の NG ワードを考えていきたいと思います。まずアリアからかけていこう。アリアは何言いそうかな。それなとか。え？言うかな。でも分かるにしよう。え、でもそれな、それなかな、分かるかな、どっちだろう。どっちも言うんだよね、アリア。とりあえずそれなにしよう。で次エコ。エコは最近何してるみたいなことを聞こう。スイッチしてるって言ってたからスイッチにしよう。で次はレイラちゃん。レイラちゃんはそれなとか合うねとか言わなそう。レイラちゃんには私にしようかな。え、でも私ってそんな言うかな。レイラって言うかな、自分のこと。ダンスにしよう、ダンス。で、ゆなちゃんは鬼滅にします。滅ってサンズ？あ、鬼滅の本あった、合ってる。はい、じゃあアリアに今から電話をかけていきたいと思います。あ、ちょっと待って、デコロ。アリアに電話をかけていきたいと思います。もしもし。ん？もしもし？もしもし。久しぶり。久しぶり。なんか久しぶりに話したいなと思って電話かけました。はい。今TikTok見てた。MacBook？ え？TikTok？ あ、TikTok？ TikTok 見てて。ごめん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 。アリアに話したいことは、ないけど、ないけど、最近姫香毛量が多くて悩んでるんだよね。え、マジでアリアの方が多いよ、絶対。と、なんか、シャンプーとかトリートメントしてるときにめっちゃ髪の毛抜けない？あー、確かに。でも最近髪の毛短く切ったから、あ、最近シャンプーとかやりやすいかも。あ、いいな、髪短くしたい。髪短いと楽だよね。うん。毛量変わんないんだよね。髪の毛は縛る？え、なんかね、隠れない長さなのよ。あ、そうなの？そう。でも楽じゃない？その方が。え、暑いよ。ああ。隠れないし。確かに暑そう。じゃあアリアが思うみんなが一番使う JK 語は何ですか？マンジ？マンジ？使う？使わなくない？今、え？うん、JK が使うやつ？うん、JK 語って言われてる言葉で。JK 語。一番みんなが使ってる。え？ JK 語とか全然わかんないんだけど、アゲー。アゲー？言わないよ。何？え、なんで？なんだろう？あ、マジ電話？マジ電話言わないって。今時何言うのみんな。今時っていうか、なんか JK 語ってその入れ替わってくじゃん、どんどん。だけど一つだけずっとあるやつあるじゃん、王道の。一つだけずっとあるやつ、うん、王道の、うん、共感した時とかに使う。それな、いった、切れた。ちょっと LINE で、あ、もう一回電話かけてみよう。電話かけてネタバラシします。もしもし。なんで切ったかっていうと、今ピンクラテ TV の撮影をしてて、ああ、そう、あの NG ワードを言うまで電話を切れませんっていう。え、それなだったの？そう、それなにしたんだけど、なんか共感できるようなこと、そう、髪の毛短いと楽だよねとか、髪の毛抜けるよねとか言ってもそれなって言わないから。え、でも普段結構言うのに言うね。確かに、いつも言うのにと思った。そう、なんか多分面と向かって話したらずっとそれなって言ってるかも。あ、そうなのかな、電話だとかしこまっちゃうのかな。確かに言わなかった。ありがとう、アリア。ありがとう。バイバイ。バイバイ。はい、バイ。あ、切っちゃった。次はエコにかけてきます。エコはスイッチ。もしもし。久しぶり。久しぶり。最近何してる？最近、うん、ね、なんだろう、ゲーム。ゲーム何してるの？マリオカート。マリオカート？マリオカートって Wii？ スイッチ？
スイッチ。やったー、ネタバラシします。そう、エゴって NG ワードマジで強いよね。だって最近何してるって言ったらスイッチって言うと思うもん。そうなんだよ、エゴ。そう、何してるのって聞いたらマリカって言うし。ありがとう、付き合ってくれて。うん、ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。はい。よし、やった。エゴ言った。嬉しい、嬉しい、超嬉しい。天才かも、言わせる天才。じゃあ明日はレイラにかけます。はい、今日はユナとレイラに電話をかけていくんですけど、まずユナにかけていこう。レイラちゃんを最後にします。出ない。じゃあレイラちゃんに先にかけます。レイラちゃんはダンスです。もしもーし。もしもし。はい。久しぶり。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。特技は何ですか？特技はダンスです。ごめんなさい。ごめんなさい。すぐ言っちゃったから切っちゃった。14秒で切っちゃった。もう一回かけます。もしもし？もしもし。どうしました？どうしました？めっちゃ。そう、ちょっとみんなより早く切っちゃったからちょっとお話ししましょう。はい、はい、かわいいねけど返事が。ダンスは小さい頃から習ってるんで、習ってるんですよね。はい、小さい頃から習ってます。それはすごい。あれだね、ピンクラッド TV でレイラちゃんのダンス動画が上がってるので、それをみんな見てください。あ、見てください。だそうです。レイラちゃんは最近何してますか？最近は弟と遊んだり、なんか戦いごっことか。かわいい。戦いごっこしてるんだ。想像がつかない、はい、なんかおしとやかなイメージしかないから。仲いいんだね。はい、いいことだ。それはよかった。元気そうで。元気です。元気でよかったよ。弟も元気そうですね。はい、めっちゃめちゃ元気です。二人とも犬飼家は元気ということで。じゃあありがとうございました。付き合ってくれて。ありがとうございました。はい、ありがとう、レイラちゃん。じゃあユナ忙しいのかな。ユナでも今日暇って聞いてて今日にしたんだけど、ちょっともう一回かけてみます。もしもーし。もしもし。久しぶり。久しぶり。どうだ。最近好きな、はい、アニメは何ですか？え、これさ、あ、うん、鬼滅の刃だよ。ちょっと質問の仕方不自然だったけど、もう一回かけます。あ、ごめん、ごめん、ゆなちゃん。え、ごめん、急に不自然な、不自然な質問をして。鬼滅よ、鬼滅、鬼滅。いやさ、違うじゃん、それはさ、絶対言うやん、私。確かにね。そう、さっきからね、みんなにこれやったんだけど、めっちゃ不自然な聞き方してるの、ゆめか。なんかレイラちゃんにいきなり電話かけて、あの NG ワードはダンスなんだけど、もしもし、特技は何ですかとか言って、ダンスですって言われて切るの。私19秒だよ、電話時間。それはごめんね。でもアリアはそれなりしたんだけど、結構手こずった。うん、そう。で、エコはスイッチだから、最近何してるって言ったから結構自然だったかも。NG ワードか。そう、オッケー。久しぶりに話でもするのかと思ったね。久しぶり。あ、でもユナが一番最近喋ったわ。まあね、うん、ズームとかも話したし。うん、話して、うち話してような気がする。ね、打ち合わせとかもズームでしてるしね。オッケー、オッケー、オッケー、ありがとう、付き合ってくれて。うん、ありがとう。はい、はい、よかった。なんかゆめかの質問の仕方が不自然だったのがちょっとおかしかったから、そこが反省点。あと、すぐに 言わせて切っちゃった子とかはちょっとかわいそうだったから、あのネタバラシの時にちょっと喋ったということです。はい、どうでしたか？
ね、久しぶりに姫香はみんなと話したから嬉しかったのと、あとレイラちゃんが前よりなんていうの初対面って感じだったけど、会ってから電話で話せたからちょっと仲良くなった気がした。姫香はよかった。4人と話したのも嬉しいし、最近はリモートでしてるので見てください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。